こんにちは、クリッカー夏猫です。新型シビックセダンは全長 4650mm、 全幅 1800mm というサイズを持つフォードア車両です。実はこのサイズ、国産セダン界隈では独特なボディサイズといえます。例えば同じ 1.5 リッターエンジンを積むラインナップを持つカローラアクシオは全長 4400mm、 全幅 1695mm です。つまり今回のシビックは 1800mm の全幅を捉えて大きくなった、もはやこれはシビックではないというふうに言われるケースが多かったのですが、実は全長も大きくなっていたのです。さて、国内市場で見ると独特のボディサイズを持つシビックですが、世界に目を向けるとちょっと意外な事実が判明します。実は BMW 3シリーズやメルセデス・ベンツ C クラスとほぼ同じ寸法なのでした。ちなみに BMW 3シリーズは全長 4645mm、 全幅 1800mm とシビックセダンとほぼ一緒。メルセデス・ベンツの C クラスは全長 4690mm、 全幅 1810mm です。国内だけで見ると独特なボディサイズですが、世界基準で見れば最もライバルが多くひしめき合っているカテゴリーだと言えることができます。ただしこれを価格の面で見るとまた様相が異なってきます。3シリーズや C クラスを購入するには400万円台中盤以降のお金を払う必要がありますが、シビックは265万円です。同じボディサイズで広大な室内を持ち、パワフルな直噴ターボを積むモデルが3シリーズや C クラスより約200万円ほど安く買えるというわけですね。シビックのコスパ半端ないんですけど。